ニック・マクニールはアメリカ合衆国の元アメリカンフットボール選手であり、プロレスラー。オクラホーマ州ロートン出身。プロレスラーになる以前はアメリカンフットボール選手として活躍。ウエスタンカロライナ大学ではラインバッカーとしてチームを経引し、コンピューター技術の単位を満了して卒業。卒業後、NFL のチームであるピッツバーグスティーラーズに入団。しかし、 レギュラーに定着することができず移籍を繰り返した。2009年、WWE とディベロップメント契約。参加団体の FCW にて9月に、クリス・マクニールのリングネームでデビュー。リングネーム変更を繰り返し、パーシー・ワトソンの名義で落ち着く。10月、ダレン・ヤングとタッグチーム、サウスビーチ・パーティー・ボーイズを結成し、トップへと成長。2010年、 NXT のシーズン2にルーキーとして参加。MVP をプロに迎え、ショータイムというニックネームの通り、弾けたキャラクターとメガネにバンドをして戦うという、ユニークなスタイルで観客からの反応は良かったものの、第5位という結果に終わった。NXT シーズン2が終了してからは、FCW に戻った。10月から RAW とスマックダウンの ダークマッチに出場する機会が多くなっているが、正式昇格には至らなかった。その後もダークマッチでの出番が多く、2011年9月8日に、ようやく、スーパースターズで、タイタス・オニールとのタッグで登場した。単なるジョガーではなく、入場曲も設定されており検討したものの結果は、敗戦であった。後に NXT シーズン後に参戦し、 オニールの指導を放棄したホーンスワグルの穴を埋める形でオニールとタッグを結成。しばらくはコンビとして活躍したが、オニールがヒールターンし、構想に移り主にアレックス・ライリーやデリック・ベートマンと組んで戦った。シーズン後の終盤では謎の教習者と疑われたものの、ストーリーの打ち切りにより何事もなかったかのように試合に出場。 NXT シーズンを終了後、NXT と FCW が合併した参加団体、新生 NXT を中心に活動。吉立とタッグを組んで、初代 NXT タッグ王座争奪トーナメントに出場したが、出場機会は減少し、2013年5月に WWE から解雇となった。ありがとうございます。